は元凶の中で私たちを助けてくれた。だから、しばらくは信じてもいいかも。信じるも信じないもお前の勝手だけど、私はただここを離れたいだけ。それ、私はフエンの計画を聞いてみてもいいと思う。今は他に方法がないから。どうですか、心は決まりましたか。わかりました、行きましょう。心配するでない。何かあればわしが癒してやる。動くときは気をつけるんだ。俺がいるから安心しろ。大西洋両元と将軍が激戦を繰り広げた話は聞いたことがあると思うけど、その両元は多くの西洋が一つに融合した存在なの。でも私たち西洋はそれぞれが憑依していた宿主の感情と欲望に染まってる。だから互いに剣をして誰とも融合したいとは思わない。まるで一人の頭の中に複数の人格があって常に喧嘩してるみたいにね。例えば両元とか、私たちが倒そうとしてる慶円とか。強い西洋なら弱い西洋を飲み込んで一時的に屈服させることはできるかもしれない。でもその均衡は外部からの刺激によって簡単に崩れてしまう。将軍と戦って私たちに分裂した両元みたいにね。つまり剣炎の崩壊を誘発させる。この方法ならいけるかもしれません。剣炎が分裂して力が弱まった隙に、獣王氏が放棄で断片たちを一つずつ封印すればいい。ですが、あなたはなぜ同族を裏切るのですか。私たち泉州に手を貸す理由はないと思いますが。理由？西洋が動くのに理由なんている？もしかしたら自分が慶円に飲み込まれたくないからかもしれない。力技しか使えないあのデカブツが気に食わないからかもしれない。ただ
将軍と戦ってみたいからかもしれない。あるいは獣王子と私を見逃す約束を交わしたいからかもしれないね。獣王子の半眼たるもの、果たせない約束はしません。それで目の前の危機を解決できるなら、獣王にあなたを自由にするよう進言しましょう。ただ、はあ、半眼様は本当に頭が固いんだから。分かった、今日のところは私が身銭を切って先払いしておく。その代わり約束はちゃんと守ってね、クグツさん。私とケーエンは一緒に航路に閉じ込められてた獄囚仲間だから、お互いのことをよく知ってるの。あいつは力こそ強いけど、精神年齢は子供より幼くて、ひたすら勝負に執着してる。私ならたったの巫女で奴を自滅させられるよ。じゃあもう少しお前の体を借りるね。将軍と戦う前にまずは私と勝負してみない？お前はフエン？小物のくせに俺に挑むつもりか？俺はすでにこの円輪を陣地にし、獣王子の犬どもを傀儡にした。将軍さえ来ればすぐにでもあの戦いを再開できる。そんな時になぜ同族で争わなければならない？お前が操る烏合の衆に何ができるの？雑魚がいくら集まったところで一撃で消されるに決まってるじゃない。でも私は違う。私は偶然にも素晴らしい駒を手に入れた。あの元老を追い払った素晴らしい駒を。元老？元老、思い出した、思い出したぞ。それほどの素晴らしい駒なら俺も欲しい。お前が操る名鎖で私のところに来なさい。私が憑依している七死人を倒せたら、私は甘んじてお前に飲み込まれ、将軍との戦いで力を貸してあげる。どう？よし、決めた。俺も俺の駒たちも今すぐお前を探しに行く。ちょろい。ケイエンの話から察するに、外の名鎖たちは全滅ってことか？役に立たねえな。つまりこれから仲間たちと戦うことになるの？クグツにも思いやりの心があるの？お前たち、あのケイエンに勝ちたくないみたいだね。西洋から見たらこんなの単なる取引なのに。同族だろうと仲間だろうと、勝利さえ手に入るならできないことなんてない。どっちにしろ今から覚悟しておいて。ケイエンの駒、お前たちの同僚と戦うことになるんだから。はあ、あなたたち二人に渡したいものがあります。こちらへ。あなたもフォフォもケイエンと戦う前にこれを受け取ってください。これは構造師が作った宝器、増月の瓢箪。獣王子が手を加えたもので、本来は西洋を閉じ込めるために使おうとしていました。ケイエンに操られている名鎖と戦った後、この中に分裂した西洋を封じることを忘れないでください。それから、フォフォは半眼になって日が浅いので、
まだ経験と鍛錬を積む必要があります。それと剣炎に操られている名作たちに対してもどうか手加減してあげてください。尻尾、これから危険な敵に立ち向かうから尻尾も力になってね。へえ、お前強気なことも言えんじゃねえか。足さえブルブル震えてなきゃ信じるところだったぜ。言わないで。私だって必死に勇気を振り絞ってるんだから。半眼なのに今まで七死人さんの後ろに隠れてばかりで。節井様が言ってた、左右に取り憑かれてる人はもう脱射されないって。だから今度は私がみんなを助ける番なの。やれやれ、小娘に空気を入れられて膨らんだ風船にでもなった気分だ。おい、ぼさっとしてないでさっさと行くぞ。フォフォ、からくりの身ではありますが、私も一瞬恐怖を感じました。節井様も怖いんですか？はい、いとも簡単に命を操る妖魔を前にすると私は怖くなる。もう妹と一緒にいられなくなるのではないかと。そろそろ行きましょう。今から手分けして剣炎に取り憑かれた傀儡たちを撃破していきます。あの愚かな西洋が気づく前に蔵月の氷炭に全ての西洋を閉じ込め鎮圧しなければ。それって属刑大蛇人を使うってことですか？はい、属刑大蛇人の中心で陣を起動しますので、完成したら請求台で落ち合いましょう。わかりました。平気で相手を見くびるものだから、弱さが生きる道になることもあるの。こそこそ、あれが操られてるユーフブベ。俺様は手加減しねえからな、期待すんじゃねえぞ。さっきの伊勢はどこに行っちまったんだ。この機会を逃さないで。弱っておるの。とりゃ天候の痛くも痒くもない。戦輪は権限した。総理、世を注が。
娘、早くお前の神人形を出せ。呪文の唱え方を覚えてるか。ルールは破るためにある。弱っておるの。取りゃ天候の朝さあ飲め。ケイエンに操られていたメイサたちは私が倒しました。あまり傷つけないように倒すというのはなかなか面倒ですね。あなたたちの方はどうでしたか。はい、ケイエンの断片はほとんど閉じ込められました。なら、あとは蔵月の瓢箪の中にある断片を速携大蛇人に沈服するだけですね。ケイエンの力は剥ぎ取りましたので、もう水炎の諸々に影響を与えることもないはずです。この瓢箪、綺麗。もしかして先週のお宝。ケイナイフンさん、気をつけて。ジンに近寄りすぎるとめまいがするかもしれないから。平気平気。私、こんなに近くで獣王子の大魔道具を見るの初めてなんだよね。ホフォー、その女を近づけるな。とてつもなく
早く行け。戦輪は権限した総理、世を注がよいしょこれはどうだよっこのみんなを守って、厄介ですね。みんな大丈夫？奴はあまりにも多くの山陽を吸収しました。こちらの体力が尽きるまで戦ったとしても私たちに勝ち目はないでしょう。勝ち目がないとは限らないぜ。山陽は融合した時に均衡が崩れやすくなる。これは奴が言ったことだ。どうすりゃいいか分かるよな、フォフォ。でもビビってんのか。俺様がいなくなればお前は夢の生活ができるようになるんだろ。もう飽きちゃった。つまらないコマども、お前たちもこっちに来たらどう？警戒して。ルールは破るためにある。戦輪は権限、総理、世を注がよいしょ。お前出て行けったら。ウエン、俺様も吸収してみたらどうだ。狂ったの、なぜ人間の側に立つ。なぜ、理由が必要なのか。そうだな、強いて言えばお前みてえな小賢しい真似しかできない奴が気に食わねえだけだ。尻尾の努力を無駄にしちゃダメ。天候の穴。
即戦即決で行こう。ああ重傷じゃの。トリア危険と判定。見せてやろ強炭の薬よ。助かった。レフレフレフ。ルール破るためにある。戦輪は総理世を注が天候の三のめ。これはどうだ。深刻は戦領にした。魔を捕らえる。この力が騒いでいる。天候の花なつもりはなかった。戦輪は権限した。総理世を注が。これはどうだ。魔を捕らえる。この力が騒いでいる。天候の三のめ。ルールは破るためにある。重傷じゃの。トリア危険と判定。まだ命に権限した。総理世を注が。即戦即決で行こう。フォフォ、一体どうなったのか話を聞いてみよう。いつかお前たちを八つ裂きにしてやる。
骨を噛み砕いて、力を吸い取って唾のように吐き出してやる。何？もう自分の相棒のことを忘れたの？えげつなさで言えば、人間も西洋に劣らないな。子供？こいつは名作だから。お前なんかよりはるかに長く生きてるけど。私がここに閉じ込められている限り、こいつの体からは離れない。ハンガンたちがこの体に呪符を貼ろうが、人水を塗ろうが構わないけど、獣王子が俗領の命を守ろうとするなら、私にも駆け引きをする余地はある。できることならたくさんあるよ、コマちゃん。だって私は、常に存在するんだから。同盟が成立する前から、私は長い長い年月を生きてきた。そして今後同盟が消えたとしても、私は限りない琥珀期を生き続ける。私は待つ。お前たちの気が緩んで、水炎の陣が崩壊する時を。時間と機会は永遠に私の側にある。さようなら、また会おうね。水炎にいた私たち以外にも、増加航路が壊れた時に行方不明になった西洋がいるの。さて、ここで質問。奴らは今どこにいて、ラフにどんな波紋を投じようとしているでしょうか。獣王子の慌てふためく姿を見るのが楽しみだな。フォフォについていたものは消えたようですね。フォフォのことを思うと、喜ぶべきか悲しむべきか、いえ、やめておきましょう。感情的な思考は私の得意とするところではありませんから。今回は手を貸してくれてありがとうございました、七死人。もうすぐ獣王子の増援が来ますので、経内墳も遺憾に送られるでしょう。これは気候の実、簡単に変えられますので心配には及びません。あなたたちが離れた後、あの子は報告のため中央市に戻りました。今は増援を連れてこちらに向かっているところです。いいえ、奴は生きていて、私の帰化の名鎖にまで憑依しました。聖火のせいである西洋は死なない。獣王子の幕末天石に書かれていたことは本当でしたね。奴は今、力の大部分を失い、恐れるに足りない存在になっています。しかし、奴が存在する限り、その危険性も消えることはない。ですが幸い、獣王子は西洋を沈黙するための砲器を用意していましたので、直にこの廃墟と化した園林に砲身を張り、西洋を封じる予定です。これで泉州は今日の一難を乗り越えられたと言えるでしょう。
獣王子に任せてください。私は、いえ、私も少し休んだ方がいいかもしれませんね。しばらくここを離れられないから、代わりに七しびとさんから素性さんに説明してもらえる？お願い、彼女きっと心配してると思うから。Thank you.
味は病みつきになるね。先週時はみんな悪徳商人だ。ことは遺憾でケイちゃんから聞いたよ。よかったらあんたからも詳しい話を聞かせてもらえない？いろいろ話してくれてありがとう。こんなことになるなんて思ってもみなかった。私も水泳にいたら力になれたのに。そしたらケイちゃんも遺憾に行かなくて済んだかも。ああそうだ、ケイちゃんのことなら心配しないで。あの子病床でもじっとしてないから、多分近いうちに連絡が来ると思う。さて私は遺憾に戻ってケイちゃんを見てこようかな。じゃあまたね。Thank you.
you